ヨメガカサは、カサガイメヨメガカサカに分類される巻貝ガイの一種。平たい円錐形の殻を持つ、いわゆるカサガイの一種で、北西太平洋の海岸で普通に見られる。ヨメノサラ、ボベサラ、ベベガイなどの地方名もある。生態は、拡張3から4センチメートル程度だが、稀に拡張6センチメートルに達する個体も見られる。日本産のカサガイ類の中では、 中型の部類に入る。貝殻は前方が狭まる、楕円形だが円に大小の凹凸があり、綺麗な楕円形の個体は少ない。拡張は体の前方によるが、体高は数ミリメートル程度にとどまり、笠貝類の中でも比較的扁平な殻を持つ。ただし、波浪の強い海岸では、拡張が小さく、体高が高くなることが知られる。殻の表面は、 深い放射あばらを刻み、あばらの上に大小の下流がある。模様は薄着色地に反転、放射状に茶色の帯が複数入るなど変異に富む。青砂糖の多い環境ではこれらの藻類が付着することも多い。一方、殻の裏側は真珠光沢があり、いくらか黄色を帯びる。別名、嫁の皿は貝殻を皿に例え、 平たい皿で食い分を減らすという嫁いびりにつなげた故障である。北海道南部から東南アジアまで北西太平洋沿岸の熱帯、温帯域に広く分布する。岩礁海岸の長艦隊に生息し、防波堤など人口の海岸でも見られる。カサガイ類としては個体数も多く、分布域では普通種である。多くの海岸性腹足類に見られるように、 満長時と万長時はほとんど動かずじっとしており、その間の波が岩場を洗う時間帯に動き出し、節字活動を行う。岩に付着する微細藻類を、ノコギリのような葉を持つ施設で削り取って食べる。貝類にしては、節字の際の行動範囲は広く、1日に10メートル以上、移動することもある。このため岩から剥がして水槽などに入れても、餌が食べられずに死んでしまう。 ウノアシとに見られるような基礎行動は見られない。産卵期は6から12月の長期にわたり、数回の放卵、放生を行う。寿命は1から2年だが、下期の個体数減少が激しい。これは、熱射、乾燥による衰弱が大きな原因と見られる。塩茹で、味噌汁、炊き込みご飯などで食用にもされるが、市場に流通するほどの漁獲量はなく過食部も少ないので、 個人や地域レベルでの消費にとどまる。島根県の海岸部では、嫁がかさかの貝を、ボベ、ベベ、ボベなどと称して、夏にとり、人参などの根菜類と、ボベ飯、ベベ飯などと称する炊き込みご飯として食べることが、一般的である。小学図書編、日本方言大辞典、P2220、小学館、1989年、小学図書編、 日本方言大辞典 P2151 小学館1989年ありがとうございます。